1月10日月曜日10時47分あやらセンター最上階、全くいい天気です。今日は月曜日、いい天気で暑いです。高瀬ミルクティー屋さんに北海道ミルク2つ、バブルミルクティーラージサイズ2つ頼まれてきました。だけど11時オープンなのであと11分ぐらい待たなくちゃなりません。少し待機ですね。北海道ミルクっつったら150ペソだから2つで300ペソだから結構お金がないとね買えないんですよね。多分給料かなんか入ったんだと思うんですけどね。バブルミルクティー2つと北海道ミルクティーこれから2つ買いに行きます。まだ時間があるんで他の場所へちょっと移動しますね。まったくいい天気です。ほらこんな空ですよ。ちょっと眺めを撮りますからこの上の階に行って、いやー月曜日1月10日、ブレースカイアンクラウドソシアルに着きました。ここは夜ねミュージックショーをやってるんですよね。外の景色はアップルワンビルディングですね。アップルワン、それとここがセダーホテル、これがシーフード外ですね。これはもう午前中から空いてますよ。ここでね演奏するんですよね夜。ちょっとスターバックスにも行ってみます。今年はまだスターバックス行ったことないんですけどね。結構人気ですよねこれスターバックス。何があるんかな、スモークビスモーキーシフト、ちょっと入ってみますか時間があるから。いやー涼しいな、いやー涼しい、クレヨンしんちゃんになっちゃう。ちょっと太陽測ってみます。壊れてますね、壊れてる、涼しい。涼しいなあ。ショーケースに入ってるパンとケーキですね。ショーケースに入ってるパンとケーキ。メニューが見えるかな。ちょっとメニューは見づらいですね。逆光だからこれダメだ、真っ暗。ちょっと見づらいですね、ね値段。別に買いに来たわけじゃないんで帰りますね。買いに来たわけじゃないから。次がニューヨークピザ屋さんの方へ行ってみます。
こちらはね、バーガー屋さんとピザ屋さんが、あとコーヒー屋さん、非常に多いんですよね。非常に多いです、コーヒー屋さん。S&R ニューヨークスタイルピザ。ニューヨークスタイル。これがミルクティー。なんか漢字で書いてありますね。牛姫茶。109ペソ。ディスカウントできますからね、これね。買ってみようかな、ミルクティー。でもすぐ買うとね、すぐお金なくなっちゃいますからね。ニューヨークスタイル。まだ外にはいませんが、お客さん。あと5分でチャータイムが始まりますから、あと5分間どうしようかな。一応テイクアブレイクハバーボバっていうのをちょっとオーダーしてみます。109ペソのやつがシニアディスカウントで77ペソで買えました。10分待ってくれって言われちゃいましたから、10分待ちます。一番の札をもらいました。これでちょっと待機ですね、できるまで。まだ駄菓子ミルクは始まってませんから、こっちを先に待って、買ってから駄菓子に行きます。結構待ってる10分っていうのは長いですよね。10分がちょっと長いんで、またちょっと歩き回ります。ピザ屋さんまではまだあと7、8分ありますから、その間に駄菓子に行って注文して、それからピザ屋さんに行ってゲットして、それから駄菓子にまた来ますから、そんな具合じゃないとね、時間ばっかり、待ち時間ばっかりになっちゃいますから。マヨンブンタポー。あれこれ、下の階に駄菓子がありますから、今日は動いてる。大概止まってんですよ、このエスカレーターね。よかった、動いてる。いやー、暑いね、いいね。いいね。はい、駄菓子に着きました。ちょうど今オープンしました。ちょうどオープン。タイミングが良すぎちゃった。はい、マヨンブンタ。Today はダグハンバーオーダー。オーダーダグハン。
No. 北海道ミルクティーはドハ。あとバブルミルクティーラージサイズドハ。100 sugar。バリコパッナアパッ。ああ、トータルアパッ。イエーイ。これでトータル。普通の価格だと超高いですよね、これ。さて、レジはどうかな、これ。560って出てますね。さて、480。北海道ミルクティー2つで300ペソ、駄菓子バブルミルクティーラージサイズ2つで260ペソ、合計560ペソ、シニアディスカウント 32% で、480ペソだから、560-480は8、あれ80ペソだけか。まあディスカウントになりました。おかしいな。時間になりましたので、先ほど注文したミルクティー屋さん、ピザ屋さんまでちょっと行ってきます。ただいま11時15分です。お昼まであと45分ですけど、レストランの近くはあまり人が今日はいませんね。いつもはね、お昼近くになるといっぱいになるんですけどね。なんか先ほどの駄菓子ミルクティーのディスカウントのレシート見たんですけどね、4つ買ったら結構値引きがあるわけなんですけど、よくレシート見たらシニア 1個しかしてなかったみたいなんですよね。まあ本当は1個しかできないんですけども、いつもは3つねできますよって言われたんですけど、3つでも4つでも。だからまた文句言ってきますね。ナンバーワン、はい、オケラ、サダマ。取れました。どんな味かな、これ77ペソだからね。160円ですかね。日本円で160円。次は次のミルクティー屋さんでちょっと聞いてみます。これディスカウント本当はもっとできるわけなんですよね。4つ買って80ペソってことは1個20ペソしかディスカウントしてないんですよね。ってことは 25% ぐらいしかしてないんですよね。 32% と 25% はちょっとね違いますからね。まあ言わない方がいいかもしれないですね。そうすると注文した人がね、いつもより高い高いって言われちゃうんですよね。多分言われちゃいますよ、高い高いって。でもね、そうしないと私がお金損しちゃいますからね。あ？はい。はい。パパ？あ？なんだ、後ろから話しかけられたら携帯で電話してるんだこの人。喫煙室行きましたね、タバコ吸い。
しょうがない、後ろから来て離されると何度と思っちゃいますよね。はい、だかしミルクティー屋さんに着きます。よいしょ、ちょっとこれを置いて、怒られちゃうかな、こんなよそのな、よそのミルクティー屋さんね、行っちゃって。 S&R、はい、できました、4つね、テイクアウト。はい、じゃあこれから配達に行ってきます。はい、これから配達に行ってきます。3階で3人、1階で1人、全部で4人分買いました。さっきのディスカウントの件はね、2回2タイムだけディスカウントできますけど、1回につき2個までがディスカウントだそうです。私は1回で4つ買っちゃったんで、2つ分しかやっぱりねディスカウントされてないみたいですね。まあ係が違わければ4つでもディスカウントできますとかって言われましたけど、なんだかいつも買う前に聞かないと分かんないですね。買う前にやっぱり確認しないと値段がいつもと変わっちゃいますね。なんか道の真ん中にこれ固まってますけど、道の真ん中でかなっぱーす。ニーサちゃんがいました。ニーサちゃん、あれみんな、みんなみんなアップテーバーバイソタンバー、あーミルクティーバーミルクティーシア、うん、ダカシはい、サラダ、頼んだ本人がいないんで、この椅子の上に置いて後で集金します。ニーサちゃんがいますね。はい、次ミルクティー届けました。バブルミルクティー、バブルミルクティーね、バブルミルクティー